はいみなさんこんにちは。緩和委員長です。はいみなさん、こんにちは。お待たせしました。とうとうですね。これまで非常にたくさんの方からリクエストいただいた C こと新型コロナウイルスの後遺症。これに関してとうとう7月9日、文献が出たんですね。レター形式なので、正式な論文というよりは手紙という形ですが、初めてですね、 調査としてこうういの情報をそうですね、私と同じように、真っ当な医学情報を発信している、心療内科医の竹尾先生ですね、心身症チャンネルの先生が私に紹介してくれました。あと、そうですね、同じように真っ当な医学情報を発信している、がん治療の居実、押川翔太郎先生という先生が運営されてるんですけども、そちらがこの間、 チャンネル登録者数が1万人を超えたんですね。ここら辺のチャンネルは非常に私と同じで真っ当な医学医療情報を発信しているので、よかったらぜひご覧になると、道を誤らない医療情報というのを入手することができると思います。それでは早速このレター形式の文献、皆さんに紹介していこうと思いますね。急性の C の後に持続的な症状ということで書いてありますね。 調査はイタリアで行われてますね。そしてこちらは、まずなった時の症状ですね。なった時の症状としては 71.、71.4%が症状があったということで書かれてますね。よくある症状としては、咳、熱、息苦しさ、筋骨格系の症状ですね。例えば、筋肉痛だったり、関節痛だったり、倦怠感だったり。 あと、消化器症状だったり、そして、無休覚症ですね。匂いがわからなくなったり、味覚障害ですね。ここら辺がなった時の症状ですね。これは他の動画でも解説していますので、そちらをご覧になっていただければと思いますけれども、このようななる時の症状っていうのがあるんですね。ちなみに、こういったなった時の症状なども含めて、このチャンネルでは新型コロナこと C の情報をこれまで継続的に皆さんに発信しています。 たくさん情報は溢れてますけれども、真っ当な情報は決して多くはありません。このチャンネルではシーンもそうですけれども、他の医学医療健康情報も真っ当な情報をできるだけ皆さんにお伝えしていますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それで続けて見ていきますけれどもね。イタリアの研究で、しかもこれは一つの施設の研究なんですね。ローマにあります。これ面白いんですね。 C から回復した方ですね、えー。そして病院から退院した人のために外来サービスを作ったというんですね。そこで患者さんのフォローアップを行ったので、このようなことが明らかになりました。患者さんの内訳書いてありますけどもね。年齢だったりとか性別だったりとかいろいろ書いてありますけれども、やはり見てると、 この持病は多いんですよね。例えば、高血圧で言うと、こちらのカッコがパーセンテージなので35%ですね。結構、甲状腺の病気が多いですね。18.2%。慢性閉塞性肺疾患という、慢性の肺の病気は9.1%ですね。他に、慢性の心臓病が4.9%。他に、 免疫異常なんてこれも11.2%なので結構多いですよね。こういった慢性病が結構認められますよね。イタリアでは前他の動画でも解説しましたけれども結構高年齢層が罹患者の中も多いというような話でしたよね。ワクチンに関してもですね、この間中国の研究で全員インフルエンザのワクチンしてなかったというような研究もありましたけど、季節性のインフルエンザに関しては22.4%が 予防注射を受けていて、そして肺炎休菌ですね、に関しては9.1%が受けていたということですね。そして、これ実は入院するような患者さんですから、そこそこ重症なんですね。肺炎と診断されているのは72.7%。そのうち ICU に入ったのは12.6%ということで、10人に1人以上入ってますので、これは、 入院する分ということもありますので、比較的重めの方ではありますよね。少なくとも全体の中の10%が ICU に入るわけじゃないですから、やはり全体的に見ると重い方の方がより多いのではないかなというふうに考えられます。酸素投与も53.8%が受けていたということで、人工呼吸に関しても、普通の期間に管を入れてるんですね。人工呼吸は4.9%なので、だいたい5%。 マスク型のですね、期間に管を入れないタイプの人工呼吸は14.7%だったということですね。まあまあ高いですよね。20%ぐらいがそういうのを受けているということになりますからね。使っている薬に関しては、HIV に対しての薬ですよね。あとはヒドロキシクロロキンとか、あとアジスロマイシンなどが使われてますね。これは本当に国によって違うところですけど、ちょっと興味深い割合ですよね。しかもなんと、この間、 アクテムラの研究、イタリアから出たのを皆さんに紹介しましたけれど、結構このトシリズマムですね。アクテムラは使ってるんですね。30.8%なので結構高いですよね。そして大体入院している期間というのは13.5日。さてこの後なんですけどもね、後でも解説しますけれども、症状が続いている人、全く症状が続いてないという人は12.6%だったんですね。そういう方の方が少ないんですよね。 そしてなんと一つや二つ症状が残存している人、残っている人が32.2%。さらには三つ以上症状が残っている方がなんと55.2%あったということで、これは結構高いですよね。合わせると87.4%の方が何らかの症状が残っているということになるんですね。これ、 そうですね。ドイツでも確か研究が始まってるようですし、日本も今研究に着手するというようなニュース、この間流れていたので、非常に気になるところですよね。ただ今回これ、重症の方が中心であることは事実なので、そのことは念頭に置いておいた方がいいと思います。そして、この病気になった後に生活の質が下がった割合は44.1%で、結構半分とまではいかないまでも、まあまあの率にはなってますよね。 というわけで、ここが表なんですけども、これ、興味深い表ですよね。この、なった後の症状は、これ、順番に並んでるんですね。一番多い症状は、倦怠感ですね。だるさ。その次が、息苦しさ。その次が、関節痛。その次が、胸の痛み、胸痛。その後が、咳。あとは、匂いがない。無休覚症ですね。こういったところが多いですよね。 一方で、そうですね、なった時の症状を先ほどもお伝えしたように、ちょっと違うんですよね。だるさはかなりありますけど、咳だったりとかですね、まあ、息苦しさは結構ありますけど、その他、そうですね、例えば頭が痛かったりとか、食欲がなかったりとか、あと筋肉痛があったり、筋肉痛に関して言うと、この C になった後の率としてはそれほど高くないわけですね。あと下痢なんかもそうですよね。そのため、結構この C の時、 罹患している時の症状とその後の症状では少し毛色が違うようではありますよねで。研究自体は4月の21日から5月の29日に行われています。患者さんの平均の年齢は56.5歳。そして37%が女性であったというんですね。先ほどもお伝えしたように15%がマスク型の人工呼吸を受け、5%は人工呼吸を受けてるんですね。 この症状に関してですね、評価を行ったとき、これは60.3日発症から時間が経ったときが平均なんですね。なので結構発症してから、もちろん治ってですね、時間が経ったときということになりますよね。そして12.6%は症状なしと。しかし32%が1から2つの症状があって、55%は3からそれ以上症状があったということになるんですね。 ここも興味深いですけど、熱はなしということで、熱が後遺症として残っているような方はいないようなんですよね。ただ生活の質は先ほどもお伝えしたように44.1%が下がってしまったということで、結構有意識ことですよね。そして、多い症状は、だるさが53.1%。半分ぐらいですね。息苦しさ 43.、43.4%。 これはやはり重症だったという、この患者さんの層から考えると、肺のダメージがある程度以上あったということが推測されますよね。あとは関節痛ですね。そして胸の痛みあたりがこうやって率が高いということになっています。いろいろ書いてありますけどね。結論として、一般的な死中肺炎ですね。それに関しても同じようになった後、 C じゃないような早いものですね。症状が続くことは知られていると。まあ、そのため、こういった症状が残るということは、必ずしも、この C に、得意的な C だけのことではない、のではないかもしれないと、ということは書いてあるんですね。C 以外に関して、実はちゃんと研究してみると、こういった後遺症が残っている可能性がある。これは否定できないわけなんですよね。しかし、今回このように C に関して、ある程度以上、 症状が残るということが分かったため、これからこれに関してますます研究が進んでいくものだというふうに考えられますよね。さて、この結果を本当にどう考えるかというところなんですね。確かに他の病気でも非常に重い病気とか、あるいは人工呼吸器をつけるぐらいの病気ですと、非常に例えば筋力が落ちたりとかしますし、息切れが出たりするようなこともあるでしょうし、こういっただるさや、 息苦しさというのは十分出る可能性があるわけですよね。あと、ご高齢の方だと、非常にこの関節が固まってしまったりするわけですね。拘縮とも言ったりしますけど、非常に動きが悪くなってしまったりしてて、そのためそういった後に動いたりすると、この関節があったりとかする可能性も十分あるわけですよね。一方で、非常に肺が傷んでしまったことによって、肺の繊維化などが起きて、こういった症状が起きている可能性というのもゼロではないわけなんですが、 ただいずれにしろ重い病気の後遺症として起こり得るような症状であることもまた事実なんですね。そのため C の影響がどれぐらいかということに関してはこれ論文でもちゃんと書いてありますようにもっと研究によって明らかになっていくところであるとは思うんですけどもね。一方でやはり気になるのは炎症ですよね。非常にこの C は体の中の免疫反応などで強い炎症をもたらすことがわかっています。特に今回の研究においては重症者の方が中心ですからね。 そうするとそういった炎症が慢性化して、例えばダルさになったりとか、そういった可能性というのも否定はできないわけなんですよね。非常に体の中のそういった持続するような炎症がいろんな症状につながってくる可能性があるわけですので、もしかするとそういったものが何らかの悪影響を及ぼしているのかもしれません。ただからいずれにしろこれ初めての報告ですし、メカニズムも含めて、あるいは実際の頻度なども含めてこれから明らかにされていくところだとは思いますよね。 ただ、いずれにしろ、この C のなった後の症状として、こういっただるさとか息切れとか関節痛とか、もちろん重症の後の回復過程にこういったものが出ているかもしれませんし、あるいはこの C に特徴的にもしかしたらこういうのが出ているのかもしれませんが、いずれにしろこういった後に続く症状というのが出得るということが今回わかったということになります。随分前からコメント欄にこの後遺症どうなんですかということを気になってた方いらっしゃいますので、これに関しては、 おそらく初めてじゃないですかね。イタリアである程度の人数での研究ということで明らかになりました。そう、あと一つただ、これ、一つの施設であるということと、あと人数もですね、143名なんですね。というわけで、大規模の研究ということではありませんので、まあ、そういった意味でも今後、幅広くですね、調査をして、果たしてどういうふうな後遺症がどれぐらいの人に起こっていくのか、こういうことをはっきりさせていく必要があるとは考えられますね。 はい。このように、そうですね。やはり重症の方になると、まあ、日本でもね、重症でなくても結構その後に何らかの疲れやすいとか、まあ、人によっては熱なんかね、おっしゃる方も報告ではありますけれどもね、そういった様々な症状が残るということがあるということが知られていますので、まあ、もちろん、ここをお聞きの皆さんは大丈夫だと思うんですけどね、やはり最近コロナはないだとか、コロナは風邪と同じ、 で、そういうことをおっしゃる方いますけど、さすがに普通の風邪でこんな風に後に症状が残るということはまずありませんので、やはりこれは死因が持つ強い炎症とか、あるいは肺に与える障害ですね、そういったものが残ってこういった症状になっている可能性がありますので、好んでかかる必要っていうのは全然ないと思うんですね。ちょうど先日ですけど、ツイッターでも紹介したので、まあよかったら私のツイッターもフォローいただければと思うんですけど、 アメリカではコロナパーティーといって、コロナに感染した人が主催したパーティーがあるみたいなんですね。で、なんかそこに参加した30代の男性が実際にコロナになって亡くなってしまったみたいなんですけども、その時に、私は間違っていたようだ。コロナはでっち上げだと思っていたけど、そうではなかったという言葉を残されたっていうんですよね。まあ、でっち上げじゃないですよね。まあ、それに普通の風邪と同じということは到底言えないと思いますので、 今行ってらっしゃるような注意を引き続き保っていくことが重要だと思いますね。本当にこう我慢しすぎると後で反動が来たりするようなこともありますので、一時期非常にまみんなで頑張ったというところのちょっと疲れが出てきてしまっているのかもしれませんが、少し中長期化してますので、集中力は切らさずしかし抜けるところは抜いてですね、バランスを取りながら対策していくことが必要な時期ではありますよね。どうかくれぐれも皆さん予防に努めていただいてですね、引き続きそれぞれの対策をなさっていただくといいと思います。 後遺症に関してもまた続報が入り次第皆さんにお伝えしたいと思います。これからもこのような真っ当な医学医療健康情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。顔のところをクリックしていただいてチャンネル登録、いいねボタン、あといつもコメントありがとうございます。コメントもよろしくお願いいたします。